晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。まあ、ゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちのサッカーをすることをまず心がけることですよね、うん、なるほど。まずはこのゲームの決まった。先制ベローナ、チェックを受けながらのシュートを決めてきました。ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。さあベローナ立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、大きいですねこのゴール、はい、リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよ ね。 そうですね。この後も流れに乗りたいですよね。ボールを上げる、この柔らかいシュート残ってる。さあゴールに向かう、オフサイドか。立ち上がりから非常に激しい攻防ですね。これは見応えある試合になりそうですよね。プレスからボールがこぼれる、さあ行くのか、強引でも行くのか、ボールが上がる、来た、シュート、セーブ、いやいや、ナイスセーブ。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。2本目のコーナー、ベローナは1本です。さあボールは頭で来た、ここで同点。いいですね、この展開はファンも思いますね。コーナーから頭でしっかり決めました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。積極的ですよね。相手よりもシュート少ないのでそういった意味もあるんでしょうね。いいですよね。クワドウはサモア抜けるか、バネが一人で行く、絶好の位置、フリーだ。さあシュート、これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。待望の1点をもぎ取っています。いや、止まらないですよねこの勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、こうもプラスに働くチームなんですよね。そうですね。スペースを狙う、これは合いません。イカルディからコウチーニョ、守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。まあ、相手に隙があったとはいえそこをうまく狙ってしっかりシュートまで持っていきましたよね。いい攻撃の形だったと思いますよ。バネが
抜けるか、大きく縦へ、さあ左へ預けて左サイドを上がっていきます。起きましたよ、上がる、ボールはクリア、グルサリコ、このスルーパスは通りません。裏へのスルーパス、絶好の位置でシュート、いやー、どうか、ベローナ、ここで再び同点になりました。試合展開全く読めません。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。点の取り合いの様相を呈しています。いやー、北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。いや、素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。ですが緊迫した試合になりましたよね。前半を終え2対2の同点で折り返しています。では後半見ていきましょう。ホーム側としてはだいぶ押してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね。ホーム側、このゲーム連勝がかかっていますね。どうご覧になりますか。素晴らしいですよね。調子いいですから今ここのところ点も取れてますし、チームが仕上がってきていると言えるんじゃないでしょうかね。ドルーズボール、ふわっと裏を狙う、このパスが抜ける、ここは通しません。スペース、いいボール出たんですけどね。コバチッチからコウチーニョ、いけるか、ラゾビッチ、ボールを下げてリズムを作るか、マラシュクンブラ、縦へのボール、裏のスペースを狙う、いい展開ですね。ペリシッチ、裏を狙う、さあ来たか、この位置でボールを受けます。バネが勝負か、バネが決まった、勝ち越し、バネが素晴らしい技ありのシュートを決めてきました。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。ここからこういう風にシュートを打ったら入るという自信たっぷりのシュートだったと思うんですよね。イメージ通りじゃないでしょうかね。1点をリードしてリスタート、ゴディン、組み立て直します。ボヌッチ、クワドウはサモア、バネガ、バネガからペリシッチと、ボールは抜きに行きます。これをカットします。来たぞ、シュート、あー、北澤さん、いいシュートでしたね。今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどもね。ここは決まりませんでしたね。ベローナはここでベンチに動きがあります。いいプレッシャー、ゴディン、ペリシッチ、バネが、ここかわす、
こぼれた。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。スルーパス、どうだ。ブロゾビッチ、ホーム側としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。縦へ送る、ここで笛です。3対2、結果として